ってことで、ゆうさんもう一回ディスク落としてもらっていいですかね。あれ、ディスク落と、うん、あれ落としてないのか。あれ、さっき SM って聞こえたのなんだ。337、あれ？鳥さん、さっきのあれ？ SM でいいですか？あれ？あ、違うわ。ん？リンカイさん、何の SM 落としてくれたんだ、これ。主様を困惑させないの。SM 3374万2321。それは何のあれだ、あれだね。趣味のやつだね。まあいいや、入れとくけど。何のやつこれ。うん、ちょっとよくわかんない。あ代わりに落としてみた。あ、うん。とりあえずなんか落とせることは分かった。そうかな、ラムダさんの方のやつどう生なっ成てでるきかてな。ますね。うん。いやー、なんだろうな。僕のニコニコのクロームが悪さして SM がついてない何かになってるのか、それともラムダさんの出したスム動画十自体が。億四千百あ、八来た来十た来た来三た来万二千六百六十五。た。ってこ、何の番あ？号かわかんないけれど。あ、ダメだ。デスの先生失敗してる。え、あれ？ユウさんの方もさっき SM のついてツなイッかった。ターの落としてみましたけあ、ど。ツイッターのやつはダメでした。で、ユウさんのブラウザの方の、ラムダさんのとこの動画ってどうなってます？それがちょっと知りたいですね。僕の方のブラウザだけがちょっ10とバグって億んのか。はないね。あ、ちょっうん、と15待っ個はない。てくださいね。と、それが知りたいかな。あーっと、一切音出してなかった。こっち、そうだ、生成し直したから音ないんだ。ワコ、ワイズ。ラムダさんの方ですね。ちょっと待っ生成て。失敗は消された動画か、NG 設定の動画かな？スム3415万ああ、来た来た。1848。来た来た。たらこ、わら。ああ、多分、うちのブラウザがバグってたと思います。ですよ。多分、うちのあれが、バグってたのかな。多分、それだと思うな。でも、なんでダメだったんだろう。うちのとこのブラウザだけ。まあ、わからん。俺、ポイントどこ置いたんだ。いけそうですか？ああ、大丈夫そうです。音を設定させてもらっていいですか？ああ、はいはいはい。あれ？これのブレードだけか？これもしかしてダメだ。もう一回見てみようかな。あ、間違えた。ああ、やっぱりダメだ。うん、やっぱりダメだ。あ、ついでにラムダさん放送始めましたよ。うん、わからん。放送を始めているので、そっちに移動した方がいいのか。うん、かな？おお、いけますね。うん。ん、ダメ何に教だ。えかけますか？あれ。とりあえず。
あれ、ゆうさんたちまだ来てないパターンですかね。あれ、固まってる？あれ、もしかして俺の音が。こんばんは。ああ、動いてる、動いてる。まーさん、こんばんは。わからない。初めての人。あ、来た来た来た。あれ、名札生成されてなくね。あ、来た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 。はじめまして、さん。こんばんは。おや、ラムダさん、もしかしてマイク抜けてます？あ、マジです。マイク抜けてました、私。あ、聞こえました。あ、聞こえました。ごめんなさい、マイク抜けてたんじゃなくて、マイクミュートになってました。ごめんなさい、そうだ。あ、YZさんが無言だったのはラムダさんの声聞こえなかったからか。あ、ごめんなさいね。私はね、喋ってるつもりだったんだけど、あの、あれだった、あの、ほら、お昼にさ、私なんかさ、ナイトオフファイヤーじゃない曲のさ、いろいろ収録してたじゃないですか。あの時にオフにしたまんまだった。あー、ボンミスじゃないか。すごいですね、これ。あー、なるほど。失礼しました。はい、そうです。すごいですね、これ。あー、バーチャルキャスター初めての人ですか。あー、そうですね、あの、すごいですよ、バーチャルキャスト。すごいですねってことは。うん、そうですね。ぜひね、来てください、ここに。無茶ぶりか、また。また無茶ぶりをしました。もうね、あの、MR 買ってください。MR じゃなくても、バイブでも、オキュラスでもいいけど、買ってください。よいしょ、ちょっと待って。さっきからね、ちょっとディスクを振らせようと思ったんですよ、自分が今日撮ったやつ。でもなんかやっぱね、うちのクライアントおかしくてディスク振らせられなくて、ダメだった、なんか。なんなんだあれですね、なんか15なんちゃらに150億とかになってますね、15億とかに。なんかおかしいんですかね、あれって。あと、ちょっとね、うちのクライアント自体もおかしい気がして。僕のとこ SM ついてなくて落とせなかったんですよ。あいつ本当に？でもね、SM できなくて落とせなかったんですよ。なんか特になんか特殊なことしてないんですけどね。何がいけないのかあんまよく分かんなくて、うん、なんでなんだろうなと思って。けどね。ちょっと分かんないんですよね、原因が。ユウさんは落とせたんですよね。僕はダメでした。あ、なんかね、うちはあれなんですよ。うちはね、多分ね、クライアントバグってて、あのツイッター連携がおかしくて、あ、うん、あ、また外れた。またツイッター連携外れた。なんかね、ツイッター連携し最初にね、運営込めは振らないです、ワイズ。あ、運営込めは振らないのは分かるんですけど、ツイッターを使えば、ツイッターから、うん、いや、できるんですよ。あの、運営込めだと振らないんだけど、ツイッターからの許可をさっき入れたのね。そしたら、なんかね、ツイッターとの連携が外れましたって、また例のやつが出て、あのさ、私もツイッターだと振らなかった、ワイズ。いや、ツイッターはね、多分ツイッターから振らないのは多分ディスクのオンになってない可能性はある。そうそう、許可が別であるんですよ。あの、ディスク振らす許可が2つあって、コメントから振らすやつとツイッターから振らすやつの両方入れないと多分ね、ダメみたい。あ、そうだ、今日筋トレは許可したよ、ワイズ。あ、したのにダメだった。あ、ちょっとこ、あ、おおとかって言ってた。多分、じゃあそれバグかな。教授、どうして現場でディスクが振らないんだ、教授。で落としましょうか。あ、そう、あ、それがしていただけるんならすごく助かります。ちなみにラムダさん、あの、もちろん、あの、トラッカーの電源入ってないので。あ、あの、あれですよ、もちろんユーさんのためにね、あれですよ、神風を、あの、一応今日入れてきたんで。神風来てましたね。ね、一応踊れてはいたでしょ。あれ、あ、すげえ頑張って。あれなら一般コメにできるよ、ワイズ。あ、そうなんだ、マジで。あー、マジか。あれなら一般コメにできるけど、でも一般コメだと降ってくるの。かわいい。ツイッターかな。ちょっと待って。
あ、やばい、もういつものメンツが揃ってしまって、ちょっと待って、例によってさ、まだトラッカーの電源入れてないから、ちょっと待ってください、ごめんなさい、ラムダさんのトラッカー待ち、ちょっと待って、ごめんね。あれ？そういえば、ユウさんの名札まだ落ちてきてなあ、やっぱりユウさん、あ、ディスク降ってき13,415た。万、あ、そういえばユウさんのないね。アミアイさんいらっしゃい。あ、さあ、なんで降らないんだろう。意味がわかんないね。なんでだろうね。あれをしましょうか。原因不思議ですよね。あれ？どういう原因で降らないんだろうね。ポチポチしてみたら。だって姿変わってないでしょ？別に変えなかったよね、今回。わかんないですけど、ずっとこれですね。なのに、この間はなんか姿変えた原因で降らなかったみたいな、ありがとうございます。疑いがあったけど、ブイみたいな時に、姿変えちゃうとっていうのあったけど。入り直してみますね。あ、本当ですか？わかりました。じゃあちょっと、ユウさん待ってます。じゃあちょっと、このディスクはちょっ動と画中ね。にアバター変更すると降らない他にも何かあるんかな？ワイズ。なんで我々がさ、こんなスーパーデバッガーなのかよくわかんあ、ないけ読ど。み込みが遅いとダメっていうのもありますね。あ、そういうのもあるのだ。読み込みが遅いとなんかできないことがあるらしいですけど、今回そんなに読み込み遅くなかったんですよね。出た感じ。一体なぜなのだ。わからない。わからないですね。あ、落ちてきた。落ちてきた、落ちてきた。おお、来ましあ、た、来た来来ました。た来た。ついにユウさんの名前がみんなにもちゃんと、ほらユウさん読み込み遅いのは私の部屋で検証してる。わら、ワイズ。検証してんの？ もうほんと我々はやっぱりベータテスターなんでていすうの僕は聞いたけどよくわかんないです。ね。あ、やばい、ラムダさんちょっと荒ぶってた。まずいまずいまずい。あ、しかもなんか踊ってるし、あれ？このあれが設レー定。ザーポイントどこ行った？あ、そこか。あ、すいません。なんかもうみんなのところに流れてたかもしれないけど、ラムダさんのところ今ミュートになってるんで、ちょっと実は無音なんですよね。あれ、レポート、あ、ここ、ありがとう。ああ、無音だ。あ、なるほど、なるほど。ちょっと止めました。ちょっと無音の人がいると思うんで、無音の人はこれで音量上げてみてくださいね。神風、まあ別に神風を講習するか、するとこから始めていいのかもあんまりよく分かってないけど、とりあえず神風は踊ってみた。神風でもね、あんまりね、4回ぐらいしか練習しないでこれ踊ったから、奇跡的に全部できたけど、あんまり、またね、この間、さっき見たらね、やっぱ踊れなかったから、ちょっと一部分的に、やっぱ難しいというか、身についてないんだなって思いましたね。あ、そうそうそう、実はね、ちょっとここで、ね、ちょっとネタバラシをするけど、イニャバさんがさっき裏でね、放送してたの見せてよ、俺は。コメントしなかったけど。違う、コメントあえてしなかったんですけど、ちょっと、なんかニヤニヤしながら見てました。ニヤニヤっていうのは、なんかこう、ほら、私が教えた人が人に教えてるのを見るのはすごいね、なんか、なんかこう分かるかな、分かんないだろうな、この気持ち、この気持ちだよ、この気ロ持ムセイち。怖い、わら、ワイズ。違う違う、ロム勢っていう意味じゃなくて、なんかその嫌な意味で見てるわけじゃなくて、なんかほら、私が教えたものをまた教えてくれてるっていうところが、なんかこうちょっとこう胸にくるものがあるの、分かる、分かんないでしょ、分かんないと。いや、分かんない。ワイズさんもいずれ筋トレ枠が増えて、ワイズさんの教えた筋トレが他の人がやりだしたときっと分かると思うんだけど、そういうのあるのと思った。今日、リュウハさんもさ、なんかさ、ずっとやってたよね。なんか、一言だけコメントふらしたけど、なんか、こんこんとあ、やってましさ、たね、わかり今日。ます、わかります。わら、17。あ、わかります？わかってくれますか？この気持ち。ね、リュウハさんもさ、リュウハさん、さ、僕、リュウハさんが、パラパラに対してどれぐらいの熱量があるか、あんまよくわかってなかったんですけど、正直。まあまあ、遊びに来てくれて、踊ってくれてぐらいかなって思ってたんだけど、ガチ動物で、系の仕事してるからわかる、あ、ワわイかズ。る？あ、わかる？あ、そっか。あ、そうだね。で、ガチでやってくれてたから、マジおお、でっ教て育思って。系。そうそう、1時間ぐらいの枠だっけ？なんかずーっとやってたよね。まあ、なんか途中でなんかビリーズブートキャンプ入ってたような気がしたけど、なんか延々と踊ってたから、あ、おお、どんな話してたら、リュウハさんや来べえ、た。話をしたら、やべえじゃん。ちょっ噂をすればと、リュウハさんで噂す。をすれば影じゃん。いや、リュウハさんありがとう。なん噂をすか、れば。ほんとね、俺、リュウハさんとかさ、イニャワさんがさ、俺のナイトファイヤーをさ、参考にして踊ってるのを見てさ、あれでいいのかなっていつも思っちゃって、なんかクオリティ だってあれ、朝4時半とかにさ、もうこれ限界だな、体力の限界だなって思いつつも撮ったやつだから、あれでいいのかなって、ほんとね、思っちゃうんだけど、申し訳ないなって思いながら、また撮り直すかもしれないけど、もういいかな、
もうあれで慣れたならもうあれでいいかなっても思いつつもね、腰トラも飛んでるしあれ、ね、まあまあしょうがないなと思いながら、はいはい、そんな感じすげえ頑張ってたよね、リュウハさんもさ、なんかあの海岸みたいなところの背景ですごいずっと踊ってた。私はだってコメント1個振らしたじゃん一応すげえ頑張ってるっつって、うん、降ってきた、降ってきた、見た見た見た、見ましたよ、なんかすごい頑張ってんなと思って てか、あ、そう、今日さ、ちょっと宮内さんマジでほんとさ大丈夫あのだってノースイミンでさ会社行ったんでしょ、あ、私すっごい心配してるんですけど、大丈夫マジでいや、なんかだって睡眠ゼロだ、睡眠ゼロで会社行って帰ってきて寝ました、ね、寝た、大丈夫、本当に大丈夫寝てね、僕の枠にも来てマジね、俺宮内さんの体が心配なんだよ本当に。じゃあさ、あの、あ、そろそろ寝ますね、親に怒られました、ダブルお疲れ様です、あ、ごめん、あ、お疲れ様です、おやすみ、おやすみなさい、おやすみなさい、親に怒られちゃう、ちょっと寝ようね、そうそう、ね、睡眠大事だよ睡眠大事だって、我々が全く説得力がないところはちょっとあるんですけど、あの、昨日も俺もね、そうだね、枠が終わった後、今日3時まで寝てたんで何も言えないな、そうそうそう、私もね、あの、終わった後ね、まるまるさんのところに2時過ぎまで寝てたかな、あ、寝てた、うん、そう、俺もね、昼まで寝てたんですけど僕3時くらいまで寝てましたすげえ寝ましたね、私昼に起きて、今日やんなきゃいけないことがあるって思って、はっって思って、あ、そうだ、昨日や、あ、ぜひぜひいつでも来てね、いや、ようこそようこそ、うん、あの私だってほら昨日さ、あの軽々しくさ、あの他の動画も撮りますよなんていうことをいっぱい言っちゃったから自分の責任を取らなきゃいけないって思ったから今日いっぱい動画撮ったんですよ、だからあの1回でだからね、いっぱい撮ろうと思ったの、1回につき1曲だとめんどくさいから、あの枠取ってやると、トリガコミュニティをフォローしました、フォローありがとうございます、ありがとうございます、30分延長しました、23延長しました、だからさ、ちょっとさ、なんかね、飛び跳ねる系はちょっとね、あのコンディションが良くないと、あの結構しくりそうだったから、100とあのナンバーワンはまだ撮ってないんですけど、他は多分ね、よくここで流れるやつはね、撮ったよ、撮った撮った、だからね、あの神風をね入れておいたんですよ、そう、あれさえねマスターすればもうあとは別にあれ12月ぐらいでマスターすればいいと思うから、別にあれ今すぐ覚える必要ないと思うんですけど、とりあえず入れておきました、あのリストには、うん、そうそうそう、まあ一応踊ってはあるけどね、ありがとうございます、いやいや、とんでもないです、とんでもないです、いやー、そうですね、なんかやばいね、ちょっと目を離した隙にさ、パラパラ部が行われてるから、なんかあのいや、もうあの皆さんのおかげでなんかもうあるよね、いろんな時間にパラパラ部が開催されてるよね、なんかそう、ナイトオブファイヤーがどんどんあの広がっていくなっていう思いを私はちょっと感じています、肌でいや全然あの構わないので、私のあんな動画でよければ全然使ってください、いくらでも、いやそんな感じですかね、いや今日思ったことはちょっとね、今日もほんと疲れてね、寝てたんですけど、ね、宮内さんがね、脳睡眠だっていうのをね、知ってね、私はね、脳睡眠でいられるのがほんと信じられないというか、ね、え、だ、ね、寝ました、寝ました、寝たんですか、すごい、寝てないの、え、帰ってからも寝てないの、寝てない、マジの、マジで、だって昨日、やばいですね、昨日だって終わってからタイムシフト見て、私たちも若くないからね、ワイズ、あ、そうだね、我々は若く、我々っていうか若い人もいて、稲葉さんは若いから、あ、リュハさんは分かんないけど、あ、同じぐらいだった、僕若いです、僕若いです、うん、リュハさんは確かこの間話した感じだと近いから、年齢近いからちょっとあれだけど、あの、まあちょっと、ね、宮石さんは分かんないけど、新次君と、あ、そうそうそう、あ、うん、だからほとんど同じだと思うけど、あ、でもユウさんは若いかな、分かんないけど、ユウさんの年齢聞いたことないような気がするような、もしかしたら山田さんと私のつもりで言ったんよ、ワイズ、あ、ちょっと待って、いやでもリュウハさんも同じぐらいだって言ってたから、あのワイズさん、ワイズさんと僕近いけどリュウハさんも近いって言ったから、多分世代トークと通じるよ、インターネット老人会だよ多分、あの、分かんないけど老人会なのかな、もういや違うね、この本当にだってさ、もうだってあれですよ、アナログモデムとかがあったっていう話をしただけでもうさ、稲葉さんとか分かんねえから、あのピーゲ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 ーとか言っててインターネットやってたって言ったらもう信じられない顔されると思うんですよ、そんな時代あったんですか、その時やってなかったけどね、え、嘘、あ、マジで、でも時代的にはそうでしょ、だって
ネット自体は、まあ知ってはいるけど。ああ、うん、だよね。そう、Windows だってさ、ネットを導入してなかった。ああ、95とかでしたしさ、そうだよ。あの昔は。パソコン通信の時代 ?26。まあ、パソ通とかもやってましたね。パソ通もやってた。インターネットはまだ黎明期だったから、一応なくはなかったんだけど、本当にね、あの、アングラサイトとか、超有名な企業のサイトしかなかったから。フロッピーが 720KB の頃、ワイズ。あ、出ました。あ、やべえ、またマイズさん投げちゃいけない蓋がちょっと開きつつある。それも知らない。フロッピーってそう、あれ、フロッピーって、あ、そうか、バイトだからか。スイッチが入る。1メガビットとか 1.14 メガとか。でもね、メガはね、メガバイトなのかメガビットなのかによってちょっと変わってくるんで、うんうん、あの、あれなんですよね。っていうのをちょっとまだワイズさんの蓋開きそうだからちょっとあんま言わないように しといた方がいいかもしれないけどちょっとさ、ワイズさんもこの間のさ、コンデンサ君が出てきた時のさ、あの、ここのプラス曲とマイナス曲がおかしいみたいなとかさ、あの、足が本当は3本あるはずとかさ、そのコメントがめちゃめちゃ書いてあるの。私さ、あの、後で、あの、私その時ね、ワイズさんはきっとあの、あ、閉じた。あの、ワイズさんは自分が参加さ、まあ、参加してたけど、あの、自分が参加するよりは、あの、前面で、あの、ヤジを飛ばすタイプだよねって言ってたら、本当に後でタイムシフト見たらヤジが3個ぐらい飛んでたからあと適切じゃねえか、ラムダさんの見立てはもう完全にそうじゃねえかと思いましたよねはいじゃあさ、あの、まあ、あの、またいきなりラムダさんこうやって話をぶった切ったけど、あの、ちょっとこれだけのメンツが揃っちゃってるわけだから、やっぱりとりあえず踊る必要があるっていうことでよろしい？とりあえず肩慣らしをしようやと思うんだけど、どうだろう、うんうん、やっぱり肩を慣らさないとやっぱパラパラ部じゃないから、うんうん、何を踊ろうかね、うん、やっぱり10分セットですか最近なんかもう安定の10分セットになりつつあるんだけど、どう、どうする、どうする、あの、とりあえず1曲踊りたいか、それともとりあえず10分セットで肩鳴らすか、どっちかですかね。ちょっとこれで流すのはちょっといろいろ実験も必要だから、ちょっとまだあの検証中なんで、あと今神風しか入ってないし、ここにそうすると講習から始まっちゃうから、踊り慣れたやつでいいと思うんですけど、どうしましょうか。じゃあ10分セットでいい？パート1、うん、10分セットで、はいはい、パート1、パート1流すね。体を温めるために10分なのか、ワイズ。そうそうパラパラ文のその概念も確かおかしい、おしかかしきとは思うんだけどね、ラムダさんの概念でちょっと言っちゃってるんですいませんねいやー、でもほんと今日ね、リュウファさんとかね、インヤバさんがね、人に教えたいっていうかね、自分でね踊ったりしてるの見てるんで、ね、すごくねはないけどね、あ、教えてない、あ、リュウファさん教えてなかったけど、あの、まあ、インヤバさん教えたりとかしてるの見てね、ちょっと来た人に動画見てできるって無茶振りしたけどね。あ、無茶振りしての見た、そうそうそう、あ、タイムシフトっていうか、ね、飼育してちょっと見たみたい、うん、やっぱね、無茶振りはちょっとなかなかね、あの、ハードル高いよね。でもラムダさん一番ハードル高いと思ったのは、やっぱ人間じゃないアバターの人に踊らせようとするときが一番あのハードル高いっていうか、それで踊ってもらったことないからさすがにそれは無理あの、ね、UFO の形とかされてるとちょっと、あとポリゴンの形した東さんとかに踊らせるのはちょっと無理があるから、うん、そうそう、そんな感じ。そうなんです、東さんもほら 人間のアバター今見てる可能性あるでしょ。東さんもちゃんとこう、あの、人間のアバターでね、来てくれたら 踊ってくださいね、ぜひぜひ。そうそう、結構対話をね、いつも試みてるんですけど、あの、無言勢でも、あの、ね、宮橋さんみたいに踊ってくれる人はいいけど、あの、無言勢でかつ人間じゃないアバターの人の場合、ちょっとね、どうしたらいいか私も分かんなくなっちゃうすげえ頑張るんだよその時、すげえ俺頑張ってんだよ頑張ってコミュニケーション取ろうとしてんだけどね、ダメな時はダメだから、あ、大丈夫です、多分立ち上がればね大丈夫だと思うから、よくね、ちょっと画面がいい、人外アバターも踊らせていこう、ここまで沈むの、ワイズ。人外アバターはね、あれあれ、あのね、ネームプレートと、あのね、ペンを持ってね、あのね、あれみたいにやってくれる、あの、なんだろう、ラブライバーラブライバーみたいにね、やってくれるんだけど、そこまでだね、うん、今までの経験上。よし、じゃあ、パート1いきますね。じゃあ、いきます。いいですか、皆さん。ちょっと、心の準備は OK。こればっか言ってる気がするけど。はい。はい、いきます。お、長瀬さん。いらっしゃい。
ナリーマックスとはなかなか高性ですね。マークスさん、労働されてる？あ、労働中なのか、まだ。あ、いたいた、あ、いるいる。あ、そっちにいたのか。後ろにいた。なるほどね。やっと労働が終わった。オッケーオッケーオッケー。
はい、皆さんお待ちかねのやつ、これでセットは1セット目は締めですね。おー、締めたね。お、広告ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。よっしゃ、難しい。いやー、生地踊れるとガムダさんとのグレーがすごい。あ、分かるようになった、ついに分かるようになった。分かるな。これね、ちょっと上手くなるとね、分かるようになるんですよ。そう、みどりさんもね、分かるようになったって言ってたもん、途中でから。そう、振りが分かってくると、あのね、ラムダさんすげースピードでってっていうか、ずれて踊ってんだなっていうのがね、分かるようになるのがまずね、進化の第一段階で、こっから先行くと、ユウさんとか宮石さんみたいに、そのラムダさんのズレを自力でなんとかこう しようって先行入力の域に達するから。合わせても音楽に釣られる。あ、釣られるよね、絶対そうなるから。だから本当はこのね、あのニコニコのやつでやれば、なんか結構みんな動機取れるっぽいから、まあそれでやるのが本当は一番いいっぽいので、なんかノンストップメガミックスじゃないけど、なんかそういうのも作ってみたいよね。まあ10分セットを1作ると作ってもいいんだけど。そうそう。あー、ちょっと待って、ストロングゼロ補給するね。ちょっとてあのこの お約束のストロング補給タイム、ちょっとその前にちょっとね、あのお手洗いにもちょっと行ってくるんで、ちょっと待ってください。もうダメだ。あの頑張っちゃった。行ってらっしゃいませ。ちょっと行ってきます。あのちょっとヘッドセットそこ置くんで、ラムダさんちょっと人外のような格好をすると思うんで、ちょっとよろしく。あ、画面外に。すごい、すごい。すごい。折りたたまれてる。あ、まだあれ春の練習できてないんだよな。広告が設定されました。累計ポイント数が1700になりました。39。
高速が設定されました。累計ポイント数が2600になりました。41。はい、戻りました。よいしょ。でもストロングゼロはまだ。よいしょ。おかえりなさい。あー、第2のくらいにランクインしました。あ、やばい。え、そんなに広告打ってくれている方。あ、めっちゃ広告打たれてる。ちょっと待って待って。高い。やばいやばいやばい。え、広告が設定されました。やばい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 。ポイント数が3100になりました。44。あ、アンバーさん。アンバーさん。アンバーさんも、七月さん、七月さんもいいです。ありがとうございます。すいません。負けられない戦いがここにある。広告。いや、こんなところで争わなくていいんですよ。私さ、お昼にさ、ちょっとあれだよ、録画するため の別にコメントとかしないで、トツとかしないでもらいたい配信ってちょっとやってたんですけど、Nエアでだけでね、配信しないで録画できればいいのに、なんかNエアは録画できなくて、その時にですらもね、まるまるさんとか広告、あ、シロさんとかもね、広告いっぱい打ってくれてね、なんか申し訳ねえなっていう気持ちにはすごいなったんで。広告が設定されました。累計ポイント数が3200になりました。あ、やべ、ユウさんも賛成してるんじゃん。ちょっと累計ポイント数が4200になりました。やばい、広告バトルが、完全なる広告バトルが始まってるんですけど、これちょっとやっべ。ユウさんも1000点も入れちゃって、もうやばいっすね。広告が設定されました。累計ポイント数が6300になりました。え、何、全てを ぶっちぎっていくワイズさんの2100ポイントが今入って、すごい。やっぱあれですか、もうね、あれですか、ランエボはパンパンうるせえんだよみたいな感じで、今ちょっとボーンってふと、すごい、抜いてきましたね、今の。つよつよ広告参りました。54。いや、ありがとうございます。やーべ、あー、もう皆さんの広告のおかげでパラパラブ成り立っておりますので、多分きっと。いや、本当に、いや、これは本当に、そう。で、多分というかね、フォロワー数がやっぱね、止まんないぐらいね、増えてるんだよね。累計ポイント数が6800になりました。ナースさん、ありがとう。まあ、そうだね。フォロスルラムさん、かっこいいからね。え、何？え、かっこいい？本当？マジで？踊ってるラムダさんはかっこいい。ちょっと待って、そこかっこいらなくない？かっこは必要なの？踊ってるは必要、そこは必要不可欠だ。あ、まあ、あ、そうだね。踊ってないとちょっと、まあ、何言い出すかわからないですから、ね。あ、第1位ランクイン、ありがとうございます。この長月さんのプッシュのおかげで今第1位まで行きましたよ。高評価設定されました。累計ポイント数が7700になりました。ただラムダさん、カエルみたいなポーズで今ストロングゼロしっかり果実感リンゴダブル飲んでるだけなのに、ちょっとすいません、もうちょっと待って。美味しそう。うん、まあ、広告が設定されました。累計ポイント数が7400になりました。どんだけ長月さんポイントが入ってんの。ちょっと待って。いや、1枚ずつステート使ってくれ。なんか援護されてません。たくさん入ってますね。広告が設定されました。累計ポイント数が7400になりました。刻んでる。なるほど、こういう、あ、そうか、一気に使わないでちょっとずつ使って、あ、そうか、チケットって複合で使えないから、こういう使い方をしてる感じなのかな。あ、なるほどなるほど。ちょっと余ってたんですね。じゃあ余ってたのかわかんないけど、累計で結構7600になった。結構溜まってるね。すごくいい感じだと思います。そっか、よしよしよし。今日もちろんね、やつなのかな。え、あ、何、え、見抜きいいっすか、自分見抜きいいっすか。やばい、だから、あ、やばい、あ、こういうのに食いつくから、こういうのに食いつくから、踊ってるラムダさんはかっこいいって言われたのに、こういうのに食いつくから、もうダメだ、耐えられなかった今。つないラムダさんは基本的に変態と。あ、ノータイムだったもん、ごめんなさい、パクパクだった今。完全にね、漁場のね、魚みたいな感じでパクってね、今ね、ルアーに食いついちゃいましたね、完全に。今食いついた。もうノータイムでしたね。食いついた。食いついちゃいました。笑顔が眩しいんだよな。ラムダさん、ラムダさん。65。なんですか。設定されました。累計ポイント数が8700になりました。ちょっと待って。CM に寝込ませちゃいました。累計ポイント数が8900になりました。ごめん、ちょっと今コメントの読み上げがちょっと多重できて分からなかった。ちょっとユウさん、ちょっともう一回私に今のお話しして。お話しして。今日カラオケに行ってきたら。うん。CM にネコマスさんが出てましたよ。あ、ネコマスさん、あ、そうなんか見ましたっていうか、あ、またツイッターで書いてあった、何でしたっけ、もうあれだよね、ネコマスさんってもうすでに自称元バーチャル YouTuber おじさんみたいな感じに元がついてる
感じで元なの、ね、元ついてるの、うん、元ついてもうね、自分であんまり配信は まあ、やらないっていうか、さっき実はいたんだけどね、他の人のなんだっけバーチャルキャスト配信に現役引退、あ、引退は しないんだけど、一応、まあ、現役引退っていう意味ではそうだね、とりあえず猫間さんの中で一番プライオリティが高いのが今仕事をやることだから、個人で動画を作って配信するのは一番プライオリティの低いことだから、まあどっちかっていうと、元バーチャル YouTuber おじさん、いやきつね、あ、じゃあ、ね、ちゃんと言わないとこれも見られてる可能性もあるからね結構なんか割とバーチャルキャストはさっきね見たんですよ、だから他の人のね全然まだコンビニ店員なのかな、違う全然違う、もうガチの VR 企業のね、どこの会社かは知らないけど、マジの 開発とかやってる方なんで、すごい忙しいんだと思うんですけど、ただなんか作業中にね横目でねバーチャルキャストの配信とか見てるからうちにも来てくれたんだよこの間、私が狂気乱舞してるとこだっけ、ほらコメント欄でさ、俺ツイッターに貼ったじゃないですか、あそこだけタイムシフト一部切り出してあの下りから1時間ぐらいすげえ面白いんですけど、まあまあそれは見れるのはまだタイムシフト見れるかもしれないけど、でさっきもね他の人の配信見てたらなんか島パンさんがなんか国王様が降臨してるみたいなこと書いてあったから行ったら、録画できた、あ、TS 録画できました、なんかね MP4 に結合するっていう機能があって、それがバグってたみたいで、FLV だったらできたから、うん、FLV で別に問題なかったんで、要はなんだろう、本来配信してるストリーミングの方式にしとけばよかっただけの話だったんで大丈夫、もうねこれ永久保存版の猫松さんとの出会いは残ってるので大丈夫ですね、まあ別に猫松さんの出会いだけじゃなくて、パラパラブは常に何がしかあって何がしか取っておくべきことがあるんだけど、うん、そうちゃんとリューファさんのとの出会いも残ってるからね、うん、残ってますからちゃんとね、稲葉さんが急に来て急に踊らせたってとこもちゃんと残ってますからね、稲葉さんまさかここまでね伝道師になるとは思わなかったよね、あの瞬間の時に急に踊らせた時には僕も1週間前まではそんなこと思ってなかったんでまさか、いや人生って不思議ですよね本当に、なんてことをねラムダさんはすごいねバーチャルキャストで思うんですけど、すごくなんか猫マスさんもねなんか未来のねあり方についてすごく語ってたけど、あこれやべ右手と左手逆だ、ちょっと待って、そうなんですよ、なんだっけ猫マスさんね言ってたの、ボイスを声で喋らなくったり文字で喋らなくてもボディーランゲージとかだけでもコミュニケーションできるのがっていうのが実際あったりするじゃないですか、ほら横にさ宮橋さんいるけど結構割とそうじゃんっていうかそうじゃん基本的に、それって VR でしかできないことだから未来の形だよねコミュニケーションのって言われて、ああ確かに俺毎日のように宮橋さんとコミュニケーションしてるし、ね、パプリカさんお嬢様とかも結構コミュニケーションしてるし、リグリスさんだってまあ喋ってるときは喋ってるけど、喋ってないときは喋ってないけど、そうだなって思いました。あ、ね、VR の可愛いガチにはそういうのが多いらしい、ワイズ。あ、VR チャットってそういう、そうなんだ、なんか VR チャットやっぱ一回行かなきゃダメだね、なんか VR チャットボイスをオンにするかしないかみたいなのがあるんだよね、てか私も入れてあるんだけど、一応ねソフトとしては入れたんだけど、ね、どうやってどこに行ったらいいか分かんないんですよ要は、うん、日本人の人がいるとこがどこかとかよく分かってないから、適当に行ったらなんか海外の人ばっかりいて、なんか日本語通じなかったから逃げてきたんだけどそれがだって行って踊ればいいんじゃない、いや踊るはいいけどさ、だってもう私あれ操作もあんまよく分かんなかったから、なんかさホワイトボードのペンみたいなのあったんだけどさ、あ、だよね、俺ペン話し方が分かんなかったから操作として、なんか手ずっとねこう持ちっぱなしでこの辺にね空間にね線を書き続けることになったから、やべえとか思ってねそのまま逃げてきちゃったんですもうねダメですね、あ、この間まるまるさんが今度行こうやって言ってくれたから、まあまあ丸々さんと行くか、もしくは昨日来たグミーンニキが結構常連だから、グミーンニキ昨日宣伝したモデル、あれ VR チャット用のモデルでね、あれちょっと確認したら VR チャット用にちゃんと2万ポリゴン以下、1万7000ポリゴンだったかな、うん、にちゃんと調整されてたから、あれ VR チャット2万ポリゴンまでしか使えないから、そうそうそういう感じですね、ちょっと僕は VR チャットまだ本当に未経験なんで、ちょっと
誰か私の VR チャット童貞を奪ってくれる人募集します。はい。ちょっとまたこういう言い方でまた誤解を招くラムダさんでした。はい。あ、え、乗せてる、乗ってる、すごいバランス感覚の、この昨日のパプリカさんにあの負けるとも劣らずのバランス感覚でした。はい。じゃあもちろんね、10%、あ、すごいバランスいいね。あ、てかこんなに乗るんだ、安定感。コメントってこんなに安定感あるものなんだって。あ、そうそう、あのね、ちょっとまたちょっと関係ない話していい、あの猫マスさんが来た時のタイムシフト見てたら、猫マスさんのアイコンのキューブの上に、あの今月金欠なんですけど、あの猫マスさんのあのネンドロイド再販されますかっていう謎の質問を猫マスさんにしてる人がいたんですけど、金欠っていう文字だけが猫マスさんのキューブのところに上にぴったり乗ってて、ちょっと笑っちゃった。そこ乗るのかよって思って。あのタイムシフト見れる人と思うので、よかったら見てください。あのそれ聞くかっていう質問に対してすごくいいところにね乗ったなって思って、あの豊高本当ね、あの回の豊高高すぎるから、そうだね、勝手にあの猫マスさんのが来たっていうのを使っていいか分かんないけど、まあ、まとめ動画作るときにはね、あの入れるかもしれないですね。よしよしよし。じゃあ、あの何今日あれ、あのみんないろいろ思い思いちょっとあれ、まれにたまにある面白い現象だわら75。そうですね、まれにたまにある面白い現象ですね、それは。あのまあ日本語として成立してるかどうかはちょっとあれですけど、まれにたまにある、まれによくあるか、まれによくある、じゃあちょっとさ、あの、まあ、このまま踊ってもいいんだけど、ちょっとラムラさんもちょっとね、あの疲労してるところもあるので、少しもうちょっと雑談したい気持ちがあるんだけど、今日ちょっと皆さんの活動をちょっと教えてくださいよ。なんかどうでした、なんか別にパラパラの活動じゃなくてもいいよ、なんかない雑談、やばい、またセシさんみたいな振りになっちゃったけど。なんか今日いろいろみんな見たよ、だってまずユーファさんがさ踊ってたの見た、ユーロビート歌ってきましたよ、ね、あ、そうそうそう、あのユーさんは今日延長しました、見た、あのツイッター見て延長しました、あの歌いに行くっていうのを見てたけど、あんまり曲がないんでしたっけ、ユーロビートって意外に、あの私も調べたけど ね、 そうなんですよね、確かにステイとか入ってなかった、うん、あ、ステイとかないんだと思って、ステイないし、うん、ワンオーないし、あれジャパンもなかったです。なんかね、ダムのリクエストのとこには入ってたんで、あの誰かが希望は出してる、希望は出してるけど入ってないっていうね、リクエストボックスの中には入ってた、リクエストじゃだけじゃね、はダメだからね。そうなんですね。じゃあ歌えたのって何が歌えたんですか。ナンバーワンの激ムズでしたね。あ、ナンバーワン、あ、そっか、ナンバーワンはあるのか、ナンバーワンと、あ、ナンバーミー、おお、あ、リオ、おー、それは入ってたんだ。あたりですね。あ、ナンバーワン歌ったら確かにすげえ難しいか。あ、ナンバーワンはあのカバーバージョンだったらね。ナンバーワンデュエットになってて。あ、そうだそうだ。あの女性と男性のあれですもんね。混声で歌ってる。息継ぎができない。あ、そっか。そういうパターン。そうそう、確かにそうかも。あの あれか、クローバーマークとか出るやつでしょ。あのハートマークと、あれあれか。うんうん。ハートと、はいはいはい、赤と青、赤と青で、そうだ、確かにデュエットになってて、そうだわ、息継ぎが全くできなかったですね。しかも原曲の方で歌ったんでしょ。あのナンバーワンって東京プリンっていう人たちが歌ってるカバーバージョンもあるんですけど、そっちもねデュエットだから、あっちの方がね日本語だから簡単だと思うんですけど、でもね、我々が踊ってるのは原曲だから、まあやっぱファストウェイの方で歌いたいですけど、もちろんね歌えるんなら、うん、そうそう、いや、しかもね、東京プリンの歌はちょっと内容がふざけてるから、あのなんだっけ、あの合コンする時の歌みたいなのになってるから、曲のあのなんか意味が、歌の中の意味がなんか合コンする時になんか女のメンツ集めてくださいみたいなのに、女のメンツ集めてもらったんだけど、でもお前が一番可愛いじゃねえかみたいな意味のナンバーワンっていうことになってるから、なぜか曲の意味がやっぱりお前がナンバーワンみたいな、がイサマあなたナンバーワンみたいなね、そういう歌になってるんですよ実は。だからなんかね、ユーロビートって意外とカバーがあって、そう、日本語カバーがあるの、トラトラトラとかも元はユーロビートなんですけど、まあみんなあの日本語版の方が知ってると思うけど、トラトラトラって、トラトラトラ恋は一途、あ、やべ、これイニヤバさんには伝わらない曲かもしれないけど、ちょっと今普通に歌っちゃったけど、これもねユーロビートバージョンと、あのあれあるんですよね別で、あと、そうそうそう、
あのキングダムオブロックとかもそうなんですけどね、ゼロから君になればいいとかもね、これ元はデイブ・ロージャースだからね、作曲のところにちゃんとカラオケであれ出すとね、あのね作曲デイブ・ロージャースって出てくるからね、そうそうそうとかあるんです。はい、そうなの、豆知識豆知識。ナイト・オブ・ファイヤーもいろんな、ね、人がねカバーしてるから実はね、あの何気に、まあ、長州小力バージョンとかもあるけど、あのなんか他にもいっぱいあった気がする。そうそうそうなんです。あ、でそっか、ゆうさんはじゃあちょっと今日はカラオケ歌ってきて、あのパラパラも踊ったかどうかわかんないけど、まあちょっと足りない物足りない気持ちが少しあったという。リフはやりましたよ。あ、やりました。あー、さすが、歌がないタイミングでは偉いですね。そう、まあ、私のラブライバーの友人はあの歌をかけつつ、ラブライブの曲をかけつつ歌わないで、あのおたげをやるっていうのをやってるらしいんで、ちょっとそれよりもやっぱちゃんとしてる歌一切歌わないで、おたげのとこだけちゃんとやるみたいなね。あとなんだっけ、あの感想に入ってくるあのほのかちゃんなんとかかんとかみたいなね、言葉のやり取りだけはやるとかって言ってえ、それでいいのとか思ったけど、ラブライバーはそれでいいらしいんで、あの別にラブライバーのことも。僕らがシャッフルされてますね、77。あ、いや、まあ、ラブな、いや、そう、横にあるアイコンで判断してください。ラブ1は、まあ。うん。あの、それで判断してください。うん、あの1位は決まってないね。ラムナさんは単にあの私が一番最初に入るから一番左に置いてるだけなんで、あんま気にしないでください。そうなんだ。じゃあ、あのユウさんはちょっと踊ったってことで。そうだね、ガチで俺ちょっと考えたんですけど、やっぱパセラとかの広いルームみたいなとこやれば、あの、ね、借りればね、あの多分ね、あの人が来てね、会ってもね、あの踊ったりできると思うから、ちょっと秋葉原のパセラとかで、あのね、いずれオフ会をやりたいなって思ってはいる。あ、なるほどそうそう、パセラ確かね あるんですよ、パーティールーム。してるんですか。いやリアルで踊る。やっぱ、うん、一応計画というか、もうすぐそうやってオフ会言う。いや、わかんないけど、いや、わかんないよ。いや、ちょっと希望ね、希望だからやらないかもしれないけど、もしかしたらやるかもしれない。ワンチャンやる可能性は秘められてるってぐらいにしておきますけど、そうそう。なんか、だってワイズさんとか、ワイズさん今いる。どんだけ大変か。ああ、そうそうね。遠い方はちょっと、でもコミケの時に来たり、ほら、稲葉さんはコミケの時に、まあ、いる。ワイズさんだってさ、オフ会してるじゃん。オフ会 したいエピソード聞いたら、俺もオフ会してみたいなってちょっと思ったから、うん、そう、ね、割とバーチャルキャスほらなんか VTuber だとさ、あれじゃん、なんかあのバーチャル関東とかさよく言うけどさ、バーチャル関西とかさそういうこと言うけどさ、まあ、あのバーチャルキャストは割とそこは私はあのなんかね、なんというかつながってると思ってるから。オフ会で踊るの79。うん、だからパセラにしようかなってそうそう、だから踊っても大丈夫なとこにしようかな。23日名古屋オフあるよ、ワイズ。だから名古屋行けない行けなくはないんだけどさ、行けな名古屋は遠いな。名古屋はさ、名古屋はちょっとね微妙に遠いので、そうすればワイズさんに近づくんだ。あ、そっか、ユウさん的にはあの家実家の方が2階だから。あ、そうなんですか。おお、名古屋勢、マジで。で、名古屋でも多いな。コミケじゃなかったら行けたんですけどね。おお、まあ、行っても分かってない人ばっかなんですけど。おお、もう、そうね、ちょっとその名古屋オフ、誰が来るのか、私の知らない人がいっぱいいたら、私もちょっとコミュ障だから、ちょっとあんまりちょっと話せないかもしれないから、ちょっと。ラムさん、横でちっちゃくなってるだけかもしれないんで。あ、ちなみに今日もね、あれなのからね、子会社の社長にね、2でね、メンション送ったけど、やっぱりね、返答がなかったんで、ちょっと社長が。ジョンちゃん、ムニちゃんに会えるかも、ワイズ。え、マジで、ムニちゃんに会えるの。うん。てか、あれだし、ムニちゃんのために。あ、そっか、ムニちゃんの買いに行くんですもんね。そうだよね。このサークルのためだけに。あらー、いいなぁ。いいなっていうか、行けばいいだけか。別にラムラさんちから30分でビッグサイト行けるわけだから、行けばいいだけですね。よし。じゃあ、まあコミケには行くよ。そうそうそう、天王洲アイルで乗り換えればいいだけ。関東なんですね。そうなんです。東京民だよ。東京民。東京都民、ギリギリで。ちょっと端っこの方だけど。じゃあ、私近いな。お、じゃあ、やっぱ、冬コミのあたりでちょっとオフ会やりますか。そう、なんかワンチャンね、みんなちょっと出会って、だからあれだよね、別に生の
声をみんな聞いてるから大体わかるけど、まあ、まあゆうさんちょっと声声かもしれないけど、まあまあまあ実際に会ってみてちょっとみんなの踊りを生で見たいところもありますので、そうそうそうね、ぜひぜひ。わかんない、まあちょっと待って、全然企画してないから、ね、今言ってみてるだけのとこもあるから、ちょっとガチの企画になるかはちょっとまだまだわからない。ここから先のお話はちょっとおいおい決めていきましょう。よし、そろそろ体も冷めてきたから、じゃあ踊るか。なんかね、宮石さんもそろそろこう体がこう冷えてきたでしょ。踊りを踊らないところ、そろそろこれダンスメーターがだいぶね、ゲージが下がってると思うので、何のゲージかわかんないけど、ここ格ゲーみたいなとこあるから、じゃあ何流そうか。だからあれが流せればね、なんか上から降らしてきて、あ、てか今神風しか入ってねえんだよな。神風流してもいいけど、神風をみんな知らないと思うから、曲をね、そもそも。だから踊ってもいいんだけど、別の落としましょう。なんかゆうさんの三つ黒いであそこの中からいいやつ選んでもらっていいですか。あれ、あれで練習できてないんだよな。全然練習はもう、宮井さんとやってるはイエスタデーを練習したね。宮井さんと。お、じゃあイエスタデー流します。じゃあまあ、思ってイエスタデーを、お、さすが、話そうと思ってます。気が利く、来た、イエスタデー。私の女房だけのことは数日間見ないうちに、なんか踊れる人がすごい増えてて、その3414万5444。わー、来た。え、なんか、いや、踊れる人はだから、稲葉さんとかが増やしてくれてるから、その、なんというか、私何もしてない。アイコンかわいいな。ゆうさんのアイコン、そうだよ。かわいいな。ゆうさんのアイコンかわいいな。ダメやぞ。ゆうさん、ワイのもんやぞ。え、ちょっと待って。ポイントはどこ？あ、始まってる。ちょっと待って。あ、あった。これ、一旦3度までやって、ごめんね、ちょっと同期させた方がいいんじゃないですか。あ、そっか、一回流し切る。なんかね、あ、多分ね、これね、途中まで再生された人、これ仮説ですけど、あのね、途中から再生になる人がいる。そうそう、なんかね、多分一回見たことがある人はそこのところでシークバー行ってるっぽくて、あ、わかんないけど、本当にそうなのかしら。あ、みんなでじゃあ0ポイントに合わせる。それもめんどくさいよね。あ、合わせた方がいいか。ちょっと合わせてみましょうか。じゃあちょっと、一番端っこのとこに。音量も合わせないといけないから。あ、はい、わかりました。じゃあちょっと、どうぞ。はい。一番左にしてみて、音量も、ちょっとミュートの人はミュートじゃない感じにしてみてください。うん、ポインター大丈夫ですか？ポインターちょっと皆さん、あ、ちょっと小力だな。やばい、ちょっと待って。じゃあちょっととりあえずなんか A メロまでやってみたけど、宮田さん A メロは OK そうですね。 A メロ OK？ あ、マジ OK、 大丈夫。もう一回やる、もう一回やってみよっか。もう一回じゃあ無音で一回やるね。頭真っ白になってたって言ってたから、延期さんが、だからブギーマンがちょっとまた変なあだ名つけるとずっと呼びそうだから、ちょっとあんま言わない方がいいな。じゃあ A メロだけちょっと繰り返しでやるよ。いい、無音でいい、いくよ。 1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、うん、できてんじゃん。うん、これ、これをスピードに合わせてやればいいだけの話なので、っていう軽く今言いましたけど、まあそれが難しいってのもすごい。そうだけが難しいやろがい。そうなんだよな。まあそこは慣れだね。しょうがない。慣れなんですよ、すべては。で、じゃあ、とりあえずここまでできたっていうことにして、B メロもいっちゃうよ。いいよ、OK かな。とりあえず B メロいく？それとも A メロもう一回曲に流してやってみる？どっちでもいいよ、私は。やってみる。あ、お、ね、やってみる。どっちどっちのやってみる？それは曲を流したいか、それとも。A までをまず流したい。あ、わかりました。OK。そうだね。だから、ついついさ、熟練者多いから、ついつい先に進みそうになっちゃうところがね、私最近ちょっと良くないなと思ってるんで。私なんて。いや、そんなことはないです。できない。踊れない人の方が普通だから、基本的には。ちょ、最近、上手い人が多いっていうのがたまたま続いてるだけなんで。じゃあ行きます。
いかがでしょうか。なんか、うん、難しいですね。難しいね。宮西さんもちょっとね、迷いがまだある感じがね、ちょっと見えて取れたから、うん、教えてあげたいんだけど、ちょっとここをっていうのをね、宮西さんが言えればね、私もあのちょっとね、これ難しいところなんですよね。そう、そこ難しいところなんですよね。そうそうそう。何回かやれば多分わかると思うんだけど、多分ちょっとコツがね、覚えるまで、体が覚えるまでちょっと難しいかもしれない。だからちょっと B メロまで行くね。え、その流れでっていう感じだけど、ちょっとあの一応一通りやっておいた方がやっぱあのいいと思うから、あの、間違いないか、うん、とりあえず B メロ行くよ。いい、大丈夫。稲葉さんも行ける？ OK、 大丈夫。じゃあ行きますよ。あ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ行きます。じゃあね、B メロは今さあ、こうやってやったじゃん。こうやってね、でこうやったよね。でこうやったら行きますよ。ここからスタートね。で、1、2、3、4、5、6、7、8。最後は分からない。あ、ちょっとゆっくりやるよ。1、2、3、4、5、6、7、8。こう、上、あの、下らせるのね。5、6、7、8。そう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 。あ、ちょっともう一回やるよ。1、2、3、4、5、6、7、8。これがあの B メロの1回目ね。で、2回目っていうのはちょっと違うから、もう一回、あの、じゃあ2回目の方もやるよ。1、2、3、4、5、6、7、8。今何やったかというと、右手上げて、左手、右手を下げて、左手を上げて、前に指を突き出した。てんてんみたいな感じなんですけど、これが、ここでこう、こういうカッコつけてください。これ、これ決めるとこだから。ピーパーをせーみたいな感じで。ね、そうそう。で、もう一回、じゃあ B メロだけ、あの、最初からやるよ。いい？ OK？ 1、2、3、4、5、6、7、8。これはなんかできてる気がするね、みんな。なんか、OK っぽいから、曲流して B メロまでやってみましょう。うん。すごく、サクサクいっている、ここは。まあ、問題なのサビだからな。サビマジで問題だと思ってるんで、僕は。ちょっと、サビは難しかったですね。まあ、A メロも今さ、結構難易度は高かったけどさ、サビが問題なんだよね。サビね、ほんと問題だと思ってるから。あの、バーニングデザイアもそうなんだけど。じゃあちょっと行きますよ、 B メロまでね。うん、いくよ。早い。さあ、言うの忘れた。まあ、あ、最後間違えた。
まあちょっと分かんなかったかもだけど、スピードがね、ちょっと宮石さんもあのスピードにちょっとびっくりしたかもしれないけど、まあ延期さんは当然びっくりしたと思うけど、あのやっぱね、あの無音でやるとあれなんだけど、実際の音声はあのスピードはあれだから、あのあれなんですよ、あれについていかないといけなくて、ちょっともう一回無音でやってみる。多分あの行動自体は簡単だから、あのスピードにだけついていければいいと思うんですよね。要は頭で考えてから手に出るまでって 0.5 秒かかるってバキで書いてあったから、あれバキ知識なんだけど、あのね、なんとか空白の 0.5 秒みたいなこと言ってたから、だから考えながらやると結構ね難しいんだと思うんですよ。だから体が覚えるしかない。もう一回じゃあ B メロだけちょっと無音でちょっと軽くやるよ。12345678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 。うん、やっぱ行動はもうみんなできてる、パターンというか分かってはいるね。あとは頭がそれを処理できるかの問題だと思うので、じゃあサビまで行っちゃっていいような気がするので、サビ行きます。ついに問題のサビだよ。いいですか、サビ行きますよ。 OK OK 行くよ。サビはあのカウントとかね、もう私サビはいつもねできないの、あのね特有の音だからどうしてもできないんで、ちょっとそこ察してくださいね。いいですか。うん、おまスピード上、あ、ちょっと待って、私ちょっとトラッキングやばくね、ちょっとごめんなさい、ちょっと今トラック外れた、ちょっと待って、ま、ごめんなさい、もう一回ちゃんとやるね。うん、オーマイスピードウェイ、あ、ちょっと待って、待って、ごめん、ちょっと待って、あ、戻ってきた、あ、びっくりした、あ、なんだ、私ケーブルやばくね。ちょっとだけ待って、リンクケーブルがね、最近抜けがちなんで、また抜けるんじゃないかっていう、なんかすごい。疑惑がある。あ、やっぱ抜けてた。やっべ、抜けかけてた。ごめん。あの、刺したんで大丈夫です。はい、OK です。リンクケーブルってね、びっくりしたことにね、1本抜けてもね、復帰できるからね、謎だよね。あの、画面映んなくなるんだけど。よし。はい、じゃあ行きます。すいません。式直して。じゃあ、うん、おいマイスピードウェイ。で、オーリーインザウェイ。あの、最初はあれなんですよ。もうちょっと今説明しちゃうと、最初、1、で2で出して1個ずつ戻したじゃないですか。あれ、あ、大丈夫かな。で、Fall in the way って2回目やるときは一気に2つとも戻す。これちょっと のあんまり考えると多分脳追いついてこないと思うけど、あの一応ちゃんとやると、うん、オーマースピードウェイ、Fall in the way ってこう、うん、でここからが難しいんですけど、あれ、ちょっと待って、ちょっと大丈夫か、あのベースステーション今すごい挙動やばいんだけど。で、ここまでいい？いい？で、うん、I want you。 これできる、これ。What? I want you。 I want you。 ここでできるかな？これね、この状態から What? ここでね、これできるかな？これね、肘でね、肘のとこでね、回してんのね、これ。こう。こう。なるほど。こう。うん。ちょっと宮井さん回しすぎかもしれない。こう。こう。あ、行き過ぎ。あのね、肘でね、あのね、こうなりたいの、結果としてはこうなりたいの。こうなりたくて、そう。なるほど。あ、やっぱこうだよな。うん。あ、なるほど。こうなりたいの。肘か。まずこうなってる状態からぐるって回して、ぐるって回して、あ、伸ばしちゃってる、伸びちゃってる、あ、うんうん、宮内さんね、こう回した後にね、こう伸びちゃってるから、あ、こう伸びるんじゃなくて、肘回した状態のところに持っていきたいから、こうちょっと、まあ、ちょっとこれ説明結構難しいんだけど、ここに、これ当たるの、あ、それもうちょっとこう、うんうん、肘こう、うん、そう、最終的にそこになりたいの、そこ、そう、最終的にというか、回した後そこの状態になりたいの、そう、
手内側的には、うん、そんな感じ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 、うん、そうそう、さっきより、さっきよりいいと思う、うん、大丈夫。いや、できれば平行にしたい、ここは、ここは平行にしておきたい。私は思い出した。あの、あれあれ、あの、あ昔あのだだ、あのね、こう二の腕のところはね、平行にしておきたい、ここ、あの、対称に、対称というか、正面に対して。あのちょっと説明難しいんですけどね、これ見れば一発で分かることなんだけどね、実際の状態だと、まずここの状態から I want you ってこうなって、なんか今あれあれ、あの病院の、あ、うん、大体そんな感じ、あの病院の人が今からオペ開始しますみたいな感じになるのがいいと思います。ちょっと例えがよく分からなかったけど、バキで言うならあれでしょう、バキで言うなら三鎮の構えですよ。三鎮の構え、三鎮構ですか、三鎮わかるけど、俺一応元空手やってっからさ、なんとなくわかるね。ここ悪いけど私も黒帯だからね。まあそれはいいとして、俺も黒だよ。お、やって、ブラックベルトなんだ。マジか。で、I want you で来るじゃないですか。で、まあできで、こっからいくよ。サバイバイ。これわかった？サバイバイ。ささバイバイ、はい、バイで、ああなるほど、回して、うん、右回して、で戻していくのね。バヤボーイエーイ。こっちこっち、あのね、こっちには回しきれないから、あの物理的に、あのここまで、あのね、体の正面のところまででね、あの戻すのね。あのね、ちょっともう一回ここからやるよ。I want you saバーイヤイヤッホーイエーできた。ちょっと困惑がすごく見えるので、もう一回やるよ。I want you サバーイヤイヤッホーイエー。これどう、こうなんすか。あね、うん、こうでこうなんすか。こう本当はね、ここね、リアルなことを言うと、こう ピースなんですよ、うん、イエイだから。本当はね、本当はピースなんだけど、我々ちょっと即座にピースを出すことができないので、VR 機器の制限のせいで、だからパーになってるけど、あの I want you サバイヤイヤボーイエイ、うん、 OKOK、 なんかできてる気がするよ。で、どうしようかな。いい、続きやっていい。これまだ終わってないからね。サビ いきますよ、次。で、出て、持ってきて、出て、出て、タイム。これちょっと、これ難しいと思うんだけど、出て、出て、思いっきり広げて、反動で戻してきて、タイム。タイムで止めて、T の形ね、これ、T の形。右手が上で、左手が下で、T の形ね。っていう形にしたら、ぐるって回って、てて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 てぐるぐる回して、で、でん、でん、これでいきますか。なんか今ちょっと需要が聞こえてきてるけど、あの、あれ、あの、頭払うのよ。頭2回払うのね。まあ、タイムでしょ。ライダータイムじゃないんだけど、はい、あの、ここで、ぐるっと回して、まあ、確かに需要っぽいけど、で、タッ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 タってきて、サビのデーンデーン、まず右からね、右手から払って、左手に払うと右手が開くから、開いた右手をプシッ出す。で、今度は逆やりたいときは、左手を出したいから左から払う。ファーストーンってこう開いてる左手を刺す。はい、これね、非常に難しいと思うんですけど、あの、私もね、ないですか。あ、え、なに、どうしたどうした。いや、なんでもないです、なんでもないです。いや、ライダーの話しねえよ。だって他の人ついてこれなくなっちゃうから、私とインキさんだけだったらしてもいいんだけどね。そうそうそう、残念ながらさ、ごめん、あの、最近しかもちょっとあんま話面白くねえか見てねえし。ごめんなさい、すいません、面白くなってきたかもしれないけど、一応、じゃあちょっとサビもう一回最初から通してやるね。サビのとこだけ行きますよ。いいですか。なんだっけ、ここまでやったよね、 B メロで我々やってあったはずだよね。こ
これで、いいですか？逆じゃない？え、じゃあ、いや、じゃあ逆じゃないよ。最初こう、People say って最後、あの B メロの最後こうなってるはずだから。あ、そうそうそう、そこから、そこからいきますよ。で、いい？いくよ、サビいくよ。On my speedway, falling in the way, I want you so, bye, yeah, yeah, boy, yeah, de, 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 time, de, 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 I like pushing. 最高、ここ間違い。で、これ、しかも1回じゃないからね。もう1回繰り返すからね。もう1回同じのを繰り返すからね。On my speed away, falling in the way, I want you so bad, yeah, yeah, boy, yeah, de, 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 time, de, 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 I die fast, っていうのがサビです。さあ、これで理解できた人いるのか。私は一応ユウさんにはこれで仕込んだけど、この中ではね、あの踊れるのユウさんしかいないから、あの完璧に踊れるのは。はい、じゃあこれを踏まえた上でちょっとスピードをちょっと合わせてちょっとやってみたいから、曲を入れるか。入れるよ。いい？いきますよ。やった。え、何？なんかある？質問ある？大丈夫？いや、何でもないですよ。言いたかっただけ。オッケーオッケー。難易度がやっべえなと思ったわけです。ちょっと難易度高いよね。これ簡単な方だからすごいよな。いや、違う違う違う、これは難しい方。本当はナイトファイヤーとか、初心者はナイトファイヤーから入るんだけど、ちょうどタイミング的にエンキさんがあのこれを教えるときに来たから、今これを教えてるっていう感じです。危ないときに片足を突っ込んだ気がする。まあまあね、いい経験になったと思ってください。ナイトファイヤー踊るとき多分もっと簡単だ、覚えると思うから。じゃあ流すよ。弾くよ。ここで教習してよかった。大丈夫大丈夫大丈夫。頑張れ。はい。いやー、どうだろう、どうなんだろう。難くないですか、サビ。サビはやっぱり厳しいですよね。いや、やっぱね、パラパラ踊ったことない人がね、いきなりね、スピードウェイを踊るのはね、確かに無謀なところも少しあるんだけど、ただ延期さんがやってくれると思ったから、難易度が。あの、いけると思ったんだけど、宮石さんですらもね、宮石さんすげえいっぱい踊ってるけど、やっぱまだね、踊りをちょっとね、あのどういう振りなのかちゃんと分かって、てないところも結構あると思うから、あ、全然当たり前のことなんですけど、だってなぜならちゃんと講習してないから。あの一部はしたけどね。とはいえ、こうスピードウェイ難しいですよ、本当にマジで。これは難しいから、私も教えててもやっぱね、伝えるのすごい難しくて、でちょっと、じゃあちょっと今特に分かんなかったとこある。サビでしょ。サビ分かんなかったでしょ。サビが分かんなかったよね。やばいっすね、サビ。サビが分かんないっすね。ってことはサビちょっとゆっくりもう一回やるね。あ、なんかでも稲葉さんできてるような気がするんだけど。稲葉さんはもうなんかちょっと結構早くなると全然分かんなくなる。あ、本当ですか。じゃあちょっとゆっくりやる。あの、もう無音でやってみるよ。あの、こっから分かんない。こっからこうで。うん、だからそう、だからここはこう、まあ、うん、だからこうタイムにするじゃん、 T の形にするじゃん。ここで
ててててててこれ音に合わせてほしいんだけど、てててててて、でこのあとほらボーカルが入るから I like pushing みたいなのが入るんですけど、 I like んえあの要はこうてててててててぐらいのところになると、まずさこうなってんじゃん、こうなってってことはさ左手上にあるじゃん、あるよね左手で、右手下にあるじゃないですか、でってことは右手フリーじゃん、フリーっていうかさ動かせるじゃないですか、この右手を使ってあげて頭を払うんですよ、シュッでこの左手開いたよね、左手開きましたよね、開いた左手でまたシュッって払うよね、払う、そうするとまた右手開いたよね、この右手でシュッ突き上げる、で今度また逆もやりたいから今度は開いてるよね左手開いてますよね、で左手で頭払ってでまた右手開くよね、開いた右手でシュッって払って今度は左手開きましたよね、で開いた左手でシュッ、要は2回頭払ってシュッって出したいだけなんだけど開いてる手で出す、 T からクククククってやって、でこうなったら空いてるこう右手で行きました、今度は左手空いてます、2回払ってシュッって感じで、ちょっとこのフィーリングタイプはちょっと違うんだけど、フィーリングにまみれた教え方でいいのか分かるかな、分かりやすいですよ結構、あ本当あの要はね、あの もうちょっと詳しく言うと、あの、ね、最後突き上げたい手の方でね最初払うの、なぜならちょっとそういう仕組みになってるから、まずこう来たらあの最後左こっちさ左にさシュッてやりたがいいじゃん、左にやりたいってことはあのね右手で左につきたいわけだから、まず最初右手で払ってシュッ、今度は左側には左手でつき、あじゃあ右側には左手でつきたいから左でシュッっていう感じになってます、理屈としてはね。うん、ただそれは理屈なんであんまり深く考え出すと絶対に頭が沸騰するやつだから、私はまあ一応説明はそうするけど、まあまあちょっと、うん、まあ実践できるかどうかっていうところはあるかなとは思ってはいるんで、サビも OK ですね、おゆう先生のお墨付きが出たね、ここの中でのあの私とこの曲に合わせてマジで本当にいけるかマジか、もうゆう先生のお墨付き出たってことはもう、稲葉さんはねこれからはスピードウェイもあの自主練で流せるようになるね、じゃあちょっと延期さんにももうちょっと覚えてもらいたいから、強い158、お強いってこの時間まで見てくれてるの本当ありがとうございますね、でじゃあもう一回ねサビだけ無音でちょっと やってみるね、やっぱ難しいから、でその上であの曲流してやってみましょう、いきますよ、いいですか、一歩ってみたいな、ここから始まるよね、じゃあ行くよ、 On my speed away Only is a way I want to survive by a boy Yeah Ten time Te I like pushing、 お宮城さんできるようになった、 The speed away Only is a wayI want to survive, yeah, boy, yeah. The time, I like fast. あ、宮城さんできるようになった。すごい。いい感じ。ここめっちゃ良かった。今のね、すごく良かったですよ。私はね、今のね、あれまだあれでも悩みがある。少し。めっちゃシンクロしてた。159。してたよね。できてるって思ったのに。これちょっと延期さんの方見えてなかったんだけど、どういう感じ、え、なんか気づいた、何か気づいた、いや髪上げるときはそんな腕上げなくていいっすね、もしかして、ああそうだね、そんなには上げてないよ、とりあえずヘッドセットにはぶつかんないようにはした方がいいと思うけど、まあこれぐらいかな、これぐらいって言って通じるか分かんないんだけどそうそう、いや、あの感覚は分かんないから一番あの手伸ばしてたから、あこんなには上げなくていいよ、にしてはなんか大ぶりだよな、そう俺そう思ってたんだよね、こんぐらい、そう、こうの時結構ほら大きくなるじゃないですか、ああうん、そんなにはいらない、頭ほんとね、頭にかするぐらいっていうかね、実際にかすっちゃうとヘッドセットにぶつかっちゃうっていうあの物理的問題があるからちょっと上ぐらいだけど、そのギリギリぐらいでちょうどいいです、
そうでここ一応決めポーズだからパラパラって決めがあるからあーらーいってこうこうでかっこよく決めてくださいね。プッシーンってこうこう、ね、まあ一応それはできるようになってからでいいからまず踊れることからだから一応そこで格好つけそうだってユウさんとかさよくユウさんの動きをよく見てると私はちゃんといつも見てるんだけどちゃんとねこういう時こういうポーズする時あるじゃないですか。さっきもあったよねこのポーズ。これユウさんねウィンクしてんだよいつもよくユウさんの顔を見るとね見てますねすごいそうだよそうだよ私ユウさんのいやさすが旦那そうでしょこれが愛の証なんだよまあそれはちょっとあれですけどそうだよ震える愛それは別れ歌なんだよ、うん、なんだちょっとだめだ世代トークになっちゃうダメだってわいやあの稲葉さん若いから分かんねえからさ愛選手とかさ分かんないからマジか通じないから本当にだってプレイステーションが出てきた年に生まれたんじゃなかったっけ。あ違うっけ。あ違うごめんなさいそれはクイナさんだった。それクイナさんだわごめんなさい。クイナさんもわっけんだよね。2000年ちょっと前だわけわけちょっと我々みたいなおっさんとは違うよわけが我々みたいなっていうのはちょっと延期さんと私ねそうそうそう他は年齢不詳なんではいそうですまあいいや刑務職です。え1957年に生まれました。え一体どっから繋がってんのかな161あこれ多摩川の河川敷とかから今バーチャルキャスト